ビルボード、IVE、ウェーブ、総合アルバム首位獲得、ザ・ファースト・スラムダンク・スノーマンが続く。2023年6月7日公開、集計期間、2023年5月29日から6月4日の総合アルバムチャート、ホット・アルバムズで、IVE のウェーブが総合首位を獲得した。 ウェーブは IVE の日本ファースト EP でミュージックビデオの再生回数が1110万回を突破している表題曲を含む全5曲が収録されている。本作は CD セールス12万4619枚で1位、ダウンロード数 491DL で7位を記録した。総合2位には2022年12月から公開されているアニメ映画、The First Slamdunk のサウンドトラックがチャートイン。 同作は CD セールス32,708枚で2位、ダウンロード数1、031DL で3位を記録している。続いて、前週2位のスノーマン、アイドゥミーが総合3位に登場し、引き続き上位をキープ。同作は CD セールス2550枚で3位を記録している。